じゃ小豆島の漁師浜湯です。今ですね、タイしか取れない。それもね、あんま大きくない小さい目のタイしか取れなくて、このままじゃタイばっかり面白くないしネタないなって思って考えてた時にですね、そういえば魚ね、冬よく干してたなと思って、今回、タイを取りに行って干すというそういう動画になります。まずは捕獲シーンをどうぞ。崩れちゃった崩れちゃった、わーいわーい。というわけで港へ到着しました。それでは、船に乗り込んでエンジン、まずは油の調子を見て、油の量は不十分入ってました。寒いのでチョークを引っ張ってエンジンをかけていきます。チョークの戻し忘れにはご注意。めちゃくちゃ白い息。それでは極寒の海、真冬の海、その中でも魚を目指して出港していきます。でめちゃくちゃ寒い日の冬の海はですね、たまに黙々と湯気が立っていることがあります。さあポイントへ到着しました。あそこに網を仕掛けていきましょう。それではいつものように旗を投下で、水深に合わせてこのロープの高さ、長さを調節します。水深に対してロープが長すぎるとそれが岩とかに引っかかったりして、もつれちゃったりかかっちゃったりして上げにくかったりするから、そこで調整が必要なわけですね。それじゃあ鉛も投下して旗を投下。それではある程度潮も流れていると思いますので、すぐにですねやった方に移動して網を上げていきたいと思います。で潮っていうの、海っていうのはですね、潮の流れって何なのって思うかもしれませんが、月の重力によって潮がですね満ったり引いたりを1日に2回、4回だったかな、2回繰り返します。間の時間はだいたい6時間ぐらいですね。その間引っ張られてこう潮が満ったり引いたりするわけです。ちなみに満つっていうのは潮の水位が上がること、引くっていうのはその通り下がるということですね。さあそしたらマダイが来ました。いいマダイですね、立派なマダイです。名前のタイの由来は、名前の由来はタヒラ、平から来ております。マダイってなんでマがつくのっていうと、マダイのタイの中のタイ、キングオブザタイというわけでマダイというねマがつきます。で小さいタイはリリース、そっちは網の方ですが大丈夫かな。はい、こういう新しい喋り方を取り入れつつやっていきたいと思います。自分で言いながら少し気持ち悪かったです。このようにたくさんのタイが取れますね。冬取れるタイはちなみに寒ダイと言います。桜鯛って春取れるものって思うかもしれませんが、冬のね寒鯛の身の色がちょっと桜色っぽくなるのを、桜鯛、つまり寒鯛は桜鯛のことっていう説もあります。他にも桜の時期に取れるからとかですね、こう桜の時期に取れた鯛は桜色だからとか、桜の模様みたいな斑点がですね浮かび上がってきたりとか、そういうねいろんな諸説があって、春に取れるのはね桜鯛とも言います。冬は、とりあえず寒鯛って覚えておけば OK ですね。じゃあみんな大好き水中映像見ていきましょう。で見てください、こちら決定的な瞬間、お腹からですね空気が出ている瞬間ですね。このように深くから上がってくると水圧の関係で、上に行けば行くほど水圧が低くなります。じゃあお腹の中の空気、空気圧が膨張して高くなって、お腹のお尻の方からですね空気が出ます。お風呂の中でおならをするとあんな感じでブリブリってなるのと全く一緒ですね。さあタイも溜まってまいりました。で残りも少なくなってきました。もうほんとタイぐらいしかこの時期取れません。というわけで、網くり1段目1回目は終了です。はい、終了したんですが次行こう。というわけで、1回じゃ少なかったので2番目、沖の方の無人島へやってまいりました。さあ2番目も同じように、灯台と、鉛を入れて網を入れていきます。はい、これで網やりが終了しました。僕はいつも基本的に1回撮りなんで、失敗してもそのままやっちゃっていきたいと思います。さあ無人島の方、果たして何かかかってくるのか。ここらでタイ以外も取りたいところです。でも石そして石の三連単ですね。石
またタイが上がってきました。まあ見ての通りあんまり大きくないタイばっかりしか今は取れませんが、今回の目的はタイなので、これで十分 OK です。2番目も終了です、そしたら帰りましょうか。ではお家の方に、港の方に帰ってきました。網図と呼ばれるですね、魚を生かす網、これ僕が網以外はまあ作ったんですけれどもで次タイを生かしていきたいと思います。このようにですね、お腹の中の空気を抜いてあげて、そうするとタイが、うまく泳げるように、このように泳げるようになります。抜きすぎると、まあ、底の方でへたったりしちゃいますね。みんな大好き水中映像です。見ちゃってください。はい、この世界よりはですね、昨日の動画になるんですけど、もうほんまにタイのみでした。まあとりあえずね、海にタイを締めに行きます。です。では日が変わりまして、港の方へやってまいりました。タイの中でもまあ小さめのタイをですね、選んでセレクトしていきます。まあ、それから死にかけのタイですね。死にかけのタイとかっていうのはもう目を見たらわかります。目が輝いておりません。まあこう人間でもそうですけどね、目の輝きっていうものは生きる活力になるかなと思います。で、締める場所はここですね。ちょうど点と点が交わるところ、ここに刺し脳みそがあるので、ここの脳をこうギュッと刺して破壊してあげることで魚はすぐに絶命します。まあこの締め方が一番苦しくないかなと思いますね。じゃあ次、背骨の下の血管を切って、次、尻尾の方にも血管が同じように一本線ずっと取っているので、そこを切ってあげます。で、水の中で血抜きをしていく。これで美味しいタイの保存方法、締め方方法ですね。この血抜きを抜いて、血を抜いてるのと抜いてないのでは天と地の差といったところです。では籠に移して、これらの身、はい、というわけで締めて帰ってきました。こちらですね、小さめのタイたち動いてるのもいます。で、今回はですね、これらを一夜干しにしていきたいと思います。明日の朝ごはんがめちゃくちゃ楽しみです。冬はね、干すのがめっちゃ簡単だし、めちゃくちゃ一夜にして美味しくなる。男子3日はザルンバ活目せよ、レッツゴー。はい、じゃあ早速全部の鱗を取っていきたいと思います。やっぱこの締めたてのね、魚っていうのは鱗が非常に取りやすいです。簡単に鱗がもう1匹取れました。全然ピント合ってない。はい、じゃあ鱗が全部取れやした。はい、じゃあいよいよ開いていきますが、まあ、あの、なんでしょうね、開くには腹開きと背開きがありますね。アナゴだったら腹を割って腹あれするから、大阪は背開きで、あの、なんとかはなんとかって言うんですけど、まあ、今回腹開きする分だけの内臓とね、エラ、この2つを取っていきます。こんな感じで簡単に裂いていきましょう。頭も残しておきたいので、このままやっていきます。で、最後に天然ササラでお腹周りを洗うと。よし、じゃあこんな感じでやっていきます。置いて、エラ開けて、エラ膜切って、で、次エラの付け根切って、で、次お腹周りを裂いて、で、ギャッと開けて、エラ持って、エラ口内臓を取る。よし、で、最後に腹膜に切れ込みを入れる。これを後から洗っていく。はい、で、なんでか急に干してる状態になります。まあ、なんでかっていうとね、自分が満足いくさばきがうまくできなくて、取るんやめて、これはもう練習でおかずにします。次まで待ってください。次は必ず行く。で、とりあえず次は、あの、鱗取って、何々してまでのとこまで飛んで、まあ、とりあえずまたタイを取りに行きます。そのとこはそこはシーンにしませんけれども、やっぱね、僕もこだわってやってるんで、うまくいかなかったら、まあ、もったいないなということでやめます。ボツにはしませんけどね。じゃあ 何日か後か何週間後へ、さよなら。はい、というわけで翌日です。昨日失敗したのはなんか納得がいかなかったです。というわけでこちら6匹持ってきました。一つ血のを入れてみました。お腹は出してます。じゃあさばいていこう。まだ締めたてだから身がビクンビクン動いてますね。うまいぞ。じゃあやっていきます。で、昨日はね、何に失敗したかというと、なんか腹開きとか背開きとかあるんですけど、なんかね、それがうまいこといかなくてですね、で、今回はもうこのまま割っていくスタイルにします。ここであばら骨断ち切っていって、
でこのまま縦に割っていこう。で立てて、よし、 OK、 やったー、うまく割れました。開きにせずに、なんでこうしたかというと、こうした時にね、2匹いるように見えるからですね。サムネのためでございます。あと食べやすいから、これの方が多分、うん、これで OK、 やっていこう。次は背中側からずっと入れていきます。最後まで背中側から包丁をピャーっと一文字入れて、一文字でもねえな、なんか出刃包丁久々に使うからやりにくい。よし、ここでもう手だけは気をつけましょう。こっちも入れていく。よし、で開いて OK。 普通に腹からやる方がやりやすいな。脂がすごい。はい、じゃあラスト。オッケー、よし。はい、はい、というわけで全部真っ二つにできましたら、ここに塩を振っていきます。まんべんなく。はい、でひっくり返して裏表にまんべんなくやっていきます。別にアロンは後でいいと思います。脱水、これちょっとね、今日みりん干しにやっぱ変えようと思って、みりん干し好きだから。よくねえよ、おばあちゃんがやってた気がします。うちはタチウオだったかな。まあそれでこのね、みりん干しにするということで、10分間先に脱水をするわけですね。本当の脱水ができた後に洗うというわけで OK です。幸せなら OK です。うまかったら OK です。じゃあ待ってる間に液を作っていきます。まずはみりん、これ1で、醤油1で、まあお好みで砂糖なんか入れて、砂糖でね、あ、よかった。まだね、事務所は新しくなったからかけてなくて、ちょっとね、醤油が多かったんで砂糖入れます。これで完成です。めっちゃ簡単で、ごまがあったら、まあ香りとかね、あれ彩りもいいんですけど、ちょっとごまなかったんで、今回この昆布を加えたいと思います。昆布の旨味をプラスですね。こちらを入れておくと OK。はい、じゃあ10分経ったんで洗っていきます。やっぱ血がね、臭みの原因になるんで、こういう血合いをね、きれいに洗っていきます。まあといっても新鮮だから多少は大丈夫ですけどね。ボットゥ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 。はい、でラスト。はい、じゃあこれで OK。 はい、全部洗えたら次に軽く水気を取ります。よいしょ。どうせ液につけるからね、ある程度、大体は大体だから、適当と言いましょう。適当ならそれに適しているということになる。いやー、うまいんだよな。昨日失敗した鯛の一夜干し食べたんですけど、まあ失敗って言っても成功なんですけどね、動画的に失敗した一夜干し食ったんですけど、めちゃくちゃ美味しかった。なんかこう、うまみが強いっていうか、ホッケみたいにホクホクした感じはないけど、うまみで言えばこの鯛の方が抜群に良かったですね。で OK。 はい、じゃあ先ほどのタレを用意して、こちらにつけていきます。全然つからんけど、みりんがないんだよな。つからんかった分は一夜干しということで、よし。はい、じゃあこちらを持って冷蔵庫で2時間から1日入れておきます。差があるのは、明日の予定がどうなるか、今日の予定がどうなるか、まだ分からないからです。美味しくなってくれよ。はい、というわけであれから7時間経過しました。出していきましょう。で、途中で、みりんと醤油はね、足しました。それがですね、こちら、めちゃくちゃいい感じに美味しそうに使っております。こちら身の方見ていきましょう。わー、これみりん干ししたら絶対うまい。まあちょっとムラはあるんですけど、動かしてないから。じゃあこれ出していきます。いい感じですね、これめちゃくちゃうまそう。じゃあこれを早速ですね、干していきたいと思います。あー、もう毎朝忙しいわ。いい夜が来たから早く干さないと。はぁ、あ、よいしょよいしょ。はぁ、あ、母さん、わしの紺のスーツは先週クリーニングに出したばっかりじゃないの。母さん、朝ごはんは。母さん、今みりん干し干すのに忙しいから、もう
あんた子供じゃないんだから自分で食べなさいな。もう冷蔵庫に三段目にあのソーセージが入ってる、吉野家の牛丼も冷凍庫に入ってる。はい、これでラストです。 OK。 はい、じゃあいい感じに干せました。じゃあこれでまあ1日かちょっとどれぐらいになるか分かんないんですけど干していきたいと思います。でちょっとここら辺錆びちゃうんで水で流したいと思います。ふう、お疲れ様でした。はい、おはようございます。というわけで翌日になりました。魚の様子を見てみましょう。こんな感じで一夜干しらしいちょっとしたねっとり感ですね。まあ風があったらもっと水分が飛んだんですけど、僕はこれぐらいの方が好きです。ちょっと表面が濡れてるぐらい。はい、じゃあせっかくなんで、やっぱねこれで美味しい朝ごはん海に持って行って食べたいと思います。じゃあ行きます。あー、いい天気だ。これはよく乾くぞ。よし、ここに干しておくか。これで OK。 では行ってきます。漁師のみりん干し定食完成。いただきます。うん、めっちゃ染み込んどる。ご飯とも絶対合うな。最高だな。めっちゃ米に合う。うまっ。